はい、トムでーす。今日は真っ暗な車の中からちょっとね、雑学を思いついたというか、昨日ね、警察署と消防署の前を通ったのよ。その時に、まあ、警察のマークってあ、こんな感じなんだなって。で、あれ消防のマークってあれ警察と同じマークだっけと思ってさ、よーく見たら違ったのね。なんでそのことについて今日は話そうかな。その前に、僕日々たくさんの雑学やね、投稿の方してるので、そのたくさんに埋もれてしまう前に保存ボタンの方をよろしくお願いします。それが僕の応援にもつながるからね。実は消防署のマーク、まあ、消防署というのでしょうか、消防署じゃないよ、消防署ね、あれね、実はね、よく見るとね、警察のマークと違って雪の結晶、雪の結晶なのよ。そしてね、その意味はというと、水、団結、そして純潔、そういう意味があるんですよ。特にね、団結なんてって聞くと、僕は消防はね、団結力がなくちゃいけないなーなんて感じたりもしたんですけども、調べてみたらそんな感じでした。みんなに教えてあげてねー。